元気はつらつまちづくり。この番組は富良野市の提供でお送りします。おはようございます。この番組では毎回まちづくりに関するさまざまな話題を取り上げ、ゲストとしてご担当者の方をお迎えし、いろいろとお話を伺っています。今日は鳥獣害対策についてをテーマにお送りします。ゲストは富良野市農林課主幹西出正人さんと、農林課高知林務係係長宮崎隆弘さんをお招きして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。暦の上では立春も過ぎましたが、富良野地方は氷点下10度を超える日もあり、まだまだ春は遠く感じてしまいます。さて、昨年の夏の終わりから秋にかけて、テレビや新聞などでクマの出没情報が頻繁に取り上げられ、人や家畜に被害が出たり、農作物にもたくさんの被害をもたらしました。富良野でも市街地の学校の近くでも目撃情報が出るなど、身近な問題となっています。クマだけでなく、シカやアライグマなどの鳥獣害は農業被害だけでなく、私たちの日常生活にも関わってくる問題です。今日は富良野市のご担当者である農林課から主幹の西出さん、高知林務係係長の宮崎さんをお招きして、鳥獣害対策についてお話を伺っていきたいと思います。西出さん、宮崎さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ラジオですのでお二人の顔が見えません。元気はつらつまちづくりでは、毎回まちづくりに携わるゲストの方々に、本題に入る前にほんの少しですが、お二人の人となりが分かるように簡単な自己紹介をお願いしています。ラジオ番組ということですので、趣味や好きな音楽、アーティストなど教えていただけますか。また農林課という部署では、今回のお話しいただく鳥獣害対策の他にどんなお仕事をなさっているのか、差し支えない範囲で教えていただけますか。ではまず宮崎さんからよろしいでしょうか。はい、富良野市経済部農林課高知林務係の宮崎隆弘です。令和2年4月より現在の職場に配置され、3年10ヶ月在籍しておりますが、2度目の配属であり、過去に平成15年1月から平成20年3月まで在籍しておりました。市役所の勤続年数は22年10ヶ月になります。出身地は札幌市で、家族構成は妻と子供2人がおります。趣味につきましては、はい、退職するまでに見つけたいなと思っております。今はまだご家族が大切なんですね。はい、子育てでちょっと手いっぱいでして。いいですね。はい、本日はよろしくお願いいたします。もう一つお聞きしたいのが、はい、やはり音楽、好きなアーティストなどぜひ教えていただきたいなと。はい、どうでしょう。僕は90年代の音楽が好きでして、まあ、はい、それ以降の好きな音楽っていうのは、止まってるというか、聞きはするんですけど、はい、自分の中でちょっと入ってこない部分がありまして、はい、例えばミスチルですとか、はい、あとユニコーンですとか、あとブルーハーツですとか。いいですね。そこら辺をよく聞きます。やっぱりミスチル、ミスターチルドレンといえば、あのかっこいい桜井さん、はい、名もなき歌、365日トゥモローネバーノーズと、いろいろ。私はでもシーソーゲームが一番好きなんですけど。あ、いいですね。宮崎さんはちなみに何が一番好きですか。僕は星になれたら。あ、名曲ですね。はい、いいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは西出さん、よろしいでしょうか。お願いいたします。はい、経済部農林課、主幹しております西出と言います。よろしくお願いします。お願いします。自分今、56歳でして、生まれてから
ほぼ富良野市でずっと住んでいるという根っからの富良野人です。富良野子、はい、学生時代4年間だけ出ましたけど、それ以外もずっと富良野にいるということで、あ、素晴らしい。そんな風になってます。で、今の職場ですけれども、今の役職ついてですね、平成29年から、今まで、続けているような、ことになっております。はい。で、趣味などですけども、まあ、自分もあんまり趣味といった趣味ないんですけども、まあ、本を読んだりとか、映画見たり、まあ、最近は映画館も行かずテレビで見ることが多いですけど、そういったことは趣味でですね。はい、いいですね。はい。あと、音楽ということなんですが、はい、好きなのはまずサザンとですね、あと浜田翔吾、浜翔ですね、浜翔さん、はい、好きでよく聞いています。はい、浜翔さんといえば悲しみは雪のように、はい、いいですよね口ずさみますよ私もサザンオールスターズは真夏の果実、愛しのエリー、涙のキスなどヒット曲をたくさん生み出していますが、私の好きなのは希望の轍ち、愛の言霊はカラオケでよく歌います。ちなみに西出さんは？もう今ぴたりですね。ぴったりですか？希望の轍ちだから大好き。希望の轍ち最高ですよね、はい、私はカラオケ歌いますねこれね。いやー、お二人の多分楽しい、あの素敵なお人柄が見えたところで、まあ、もう少し掘り下げて楽しいお話を伺っていきたいところなのですが、次にお仕事のお話です。お二人が富良野市役所で所属している経済部農林課という部署はどんな業務を担当するところなのか、差し支えのない範囲で教えていただけますか？はい、では私の方からちょっとお話しさせてもらいます。あの農林課というのは、まあ、字の通り農業の農と、はい、林ということで、一次産業の農業と林業について、担当しているというのが農林課になります。で、農家さんの、国からの補助事業ですとか、そういったことの窓口になったりですね、あとは林業、森林の整備といったところで、こちらも補助事業とか、いろいろ、皆さんのお役に立てるようにということで、やっております。で、高知林務課につきましては、その中で農業の中でも、農地の整備、暗渠ですとか用水排水の整備とか、要は農地の、地力を上げてですね、良い作物が取れるようにといったような、ことを担当します。また、林務の方も担当しておりまして、先ほど言いました森林の整備ですとか、そういったところで、仕事をさせていただいています。で、今日の野生鳥獣ですが、その中で、農業の被害とか、林業の被害という ところがありますので、私たちで担当しているということになっております。なるほど、ありがとうございます。農林課の中でもこう分かれているという、分かれているというか担当部署が分かれている。そうですね、ざっくり先ほど言いましたけども、他にも畜産の部門ですとかいろいろありますので。なるほど、はい、ありがとうございました。では早速本題に入ろうと思います。今回のテーマが鳥獣害対策ということですが、対策をお聞きする前に、富良野市が鳥獣害の対象としている主な動物と、その動物が農林業にどのような被害をもたらしているのか教えていただけますか？はい、富良野市で鳥獣害対策を行っている鳥獣は、大型動物ですとヒグマ、エゾシカ、中小動物ですとキツネ、タヌキ、アライグマ、ウサギがおります。その他鳥類ですとカラスやハトが対象になってきます。で、農林業被害なんですが、農地の作物被害や、あと森林被害、木の芽を食べたりですとか樹脂を剥ぐなど、一般の方の身近なところでは、あと家庭菜園の被害などがあります。で、こちらの額も結構膨大でして、農業被害ですと令和4年で 734.71 ヘクタール、被害金額で言いますと1億4777万9000円、すごい被害になっております。大きな額ですね。で、被害面積につきましては、令和3年から比べると、令和3年が580ヘクタールですので、はい、だいぶ被害面積が増えております。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。大変な被害があることがよく分かりました。富良野は観光の街ということで、観光客の方が鹿に出会ったり、キタキツネを見るとはしゃいだり、クマと遭遇しないかなんて変な期待をする姿を見かけますが、農家の方々にとってはとっても切実な問題ですね。ではいよいよその鳥獣害対策ということになりますが、富良野市ではどのような対策業務を行っているのでしょうか。はい、富良野市の鳥獣害対策、大きく分けて3つに分かれると思ってます。まず1つは、個体の管理といいますか、いわゆる捕獲ですね、はい、実際の、被害をもたらす鳥獣を捕獲してまず数を減らすということが1つ、それから2つ目には、侵入の防止ということで、柵などを設置したり、まあ、そうですね、柵、鹿柵ですとか、電気柵などを使って、農地への侵入を防ぐという侵入防止、それから3つ目としまして、こちらは、まあ、富良野市でというか、農家さんの協力になるかと思うんですが、生育環境の管理ということで、畑近辺の、山との境目の刈り払いなどによって餌場ですとか隠れ場を除去していくというね、よく要は鳥獣が出てくるから見えるようにするというようなところが大きく3つになるかなというふうに考えております。なるほど。今の西出さんのお話では、鳥獣の被害を防ぐためには3つの対策が有効ということですが、一つ一つ詳しく具体的に聞いていきたいと思います。まず一つ目の個体の管理ということですが、クマやシカなどの捕獲について教えていただけますか。まず、鳥獣の捕獲ということなんですが、まず大型動物クマですとかシカについては、猟友会の方にお願いしてですね、まあ、猟銃で撃ったりとか、罠を仕掛けて、取ったりといったようなところで、個体を捕獲して、減らしていく、まあ被害がある、動物を取っていくというようなことになります。その他中型動物、今富良野ではすごく多いのが、アライグマですとか、まあ、キツネ、タヌキなどもおりますけども、そういったところには箱罠という罠を使ってですね、捕獲するという方法を取っています。で、箱罠に関しては富良野市でも貸し出しを行いながら、皆さんに、取っていただくというようなこともしています。猟銃による捕獲ということですが、猟友会というのはどのような方々がいらっしゃるのですか。こうテレビなんかの報道では若い人のなり手が少ないというような話も聞きますが、富良野ではその点はどうなんですか。猟友会の方っていうのは基本的に狩猟免許を持っていて、猟銃ですとか罠を使用して、鳥獣を捕獲するということになります。で、免許取得っていうのは講習ですとか試験などあるんですが、制約というのは特になくて、どなたでも取得できるということになっておりまして、市ではその免許取得の補助もしていたりしておりますので、もしちょっと興味がある方は、先ほどちょっと触れられましたが、担い手の方ってなかなかいないので、はい、ちょっとお問い合わせ願えれば非常にありがたいなと思います。はい、問い合わせするとこういろいろなれるというかいろいろなり方というか教えていただけたりとかですね。試験の時期というのも年に何回か決まってますので、どういう時期にありますとか、こういうことを、まあ、講習があったりとか、はい、ありますので、そういうことを情報としてお伝えできるということになってます。なるほど。ぜひなりたい方は農林課にお電話いたしましょうはい、わかりました。ではですね、箱罠についてなんですけども、箱罠で捕まえた動物はどのように処理されるのでしょうか。はい、箱罠で捕まえた動物につきましては、猟友会のハンターさんが取った動物につきましては、ハンターさんがご自身で処理をする、はい、ということと、あと外来生物であるアライグマにつきましては、ハンターさんが取ったものに関しても、あとハンターさん以外の農家さんからアライグマによる食害があるんだという相談を受けて設置したものに関しては、市の職員、私たちが捕獲連絡をいただきまして、殺処分地に伺います。
これは箱罠を貸していただけて、うん、はい、捕まったよって言ったら、はい、あの取りに来ていただけるんですか。その通りです。で処分していただけるんですか。はい、なんとも素敵なシステムですね。アライグマにつきましては在来種ではないので、はい、いてはダメな動物なんです。なので絶滅を目的に、はい、駆除していかなければならないので、じゃあもう富良野市全体でもなくそうっていう取り組みをしているってことですね。はい、ありがとうございます。ではですね、その侵入防止対策についてですけど、どのようなことをするんでしょうか。侵入防止対策についてはですね、まあ、農業者のことはよく分かっていると思うんですけど、農地を囲むように富良野市の、まあ、外側といいますか、ぐるっとですね、全長約250キロにわたって鹿柵っていうのを作っているんですよね。で、場所によっては金網のネットだったり、樹脂のネットだったりっていうのはあるんですが、そういったことでまず外周をぐるっと鹿が入ってこないようにということで囲っております。でその他には本当の農地の周りでご覧になった方もいるかと思うんですけども、あの電気が流れるロープっていうかな、 ああいうので、はい、電気柵っていうんですけれども、そういうので、まあ、電気の痛みを動物に覚えさせて入ってこないようにといったようなことをしながら、農地の中に入ってきて食べられないようにというようなことをしております。250キロってすごいですね。250キロにはでもそれでも結構まだ賄えないというか、まあ、基本的に船の内ぐるっと回しているような格好なんですけれども、どうしてもその川があるところですとか、道路が走ってとか、そこを塞ぐわけにいかないので、そうですよね、うん、そういったところは空いているので、で、はい、鹿なども賢くてですね、そういうところから入ってきたりするんですよね。あ、なるほど。川のね、あの水が少ない時にはチャプチャプと来るんでしょうか。そうですね。ではですね、次に生息環境の管理ということですが、具体的にはどのようなことをすればいいのでしょうか。これは富良野市で行っているというよりも、農家さんたちに、まあ、本当にお願いするということになるかと思うんですけども、農地と、山といいますか森といいますか、その境目ですね、そういったところの草刈りですとか、そういうことをこまめにしていただいて、まず動物が隠れられないように、要は人の方からも見えるようにっていうことで、はい、防いだりですね、またそういうところにちょっと餌があったりというので、餌というのは例えば、まあ、町場でそうでないと思う、生ごみですとか、畑で、収穫した後の残渣って言いますけども、ちょっとそうですね商品にならないようなものがあったりするので、はい、そういうところに食べ物を求めて、野生動物って来たりしますので、そういう処理をしっかりするとか、そういったところで、動物の生息域と人がいるところと分けるというか、入ってこないようにするといったところが、今の生息環境の管理っていうことになります。なるほど、ありがとうございました。ではここでちょっと一息入れまして、ブレイクタイムを取りたいと思います。今日お聴きいただく曲はブラームスの5つの歌作品49、子守歌、そしてモーツァルトのセレナード第13番ド長調アイネクライネナハトムジークです。2曲続けてお聴きください。お聞きの放送は 77.1 メガヘルツラジオ富良野です。この時間は元気はつらつまちづくりをお送りしています。今日は鳥獣害対策についてお話をお聞きしています。ゲストは農林課西出さんと宮崎さんです。では後半です。後半では先日市で行われた富良野市鳥獣害対策研修会についてと、広報2月号に掲載されたアライグマの春季捕獲についてなど伺っていきたいと思います。早速ですが、先日富良野市で鳥獣害対策についての研修会が開かれたと聞きましたが、どのようなことだったんでしょう。
はい、2月7日の日にですね、富良野市鳥獣害対策研修会というのを開きました。これはですね、昨年9月の、末から10月の頭にかけてですね、各地域回りまして、意見交換会っていうのを行ったんですよね、鳥獣害対策に関する。でその中で、電気、先ほどちょっと触れました電気柵についてですね、効果的な使い方といったようなところで、研修会みたいなのできないんでしょうかっていうのがちょっと出されました。その他、鳥獣害対策についていろいろご意見はいただいたんですけれども、まず手っ取り早くすぐできそうなところということで研修会を開こうということで行いました。で中身については、先ほどの電気柵についてですね、まあ、クマですとかシカとかそれぞれ大きさも違いますし、またアライグマなんかちっちゃいので鹿に合わせた先ほどの電気が走る紐みたいなのを張ると言いましたけど、もっと低いところに張らないと、そうですよね、アライグマ引っかからないとか、そうなんですよねっていうことがありまして、それぞれの動物に合わせた効果的な使い方ですとか、あとは、そういった柵を張る際の、どういったところに気をつければいいのかとか、あとはメンテナンスなどについて、そういったものを開発したり販売している方をちょっとお招きしてですね、農業者30名ちょっと、参加していただいたんですが、そういった方に、学んでいただくというような研修会を行いました。町民とか市民よりもこう農業関係者とか、まあ、ちょっと専門的な感じの講習会だったんですね。はい、基本的には、農地周りに作るような電気柵の関係ですので、はい、農業者の方が多く参加していただきました。なるほど、はい、ありがとうございます。次にですね、2月号の広報にも掲載されていますが、3月から6月がアライグマの捕獲推進期間ということですが、アライグマについて教えていただけますか。このアライグマのラスカルというアニメもあったと思うんですけども、外見はすごい可愛らしい動物に見えるんですけど、そんなことはないのでしょうか。はい、そうですね、自分も子供の頃にアライグマラスカルテレビで見たりしてましたで、非常にあのアニメでは可愛くてですね、そうですよね、はい、でその影響でといいますか、ペットにしたいという方が、先ほど宮崎ちょっと触れましたけど、アライグマっていうのは在来者じゃなくてそもそも日本にいない動物なんですね、はい、で外国から来てるんですけど、そのアニメの影響などでペットにしたいということで飼っている方が飼いきれずに放したのが、野生化して、で今の現状のようになっているんですけど、あのアニメのは本当に可愛いアライグマなんですけど、実際のアライグマってちょっと獰猛で、はい、あと繁殖力がすごく強くてですね、数がすごく増えていくんですよね、はい、でそういったことで、まず外来種ということで、まあ目標といいますか、なかなかそうはならないと思うんですが、絶滅させるっていうのが究極の目標なんですよね。ただ先ほども言ったように非常に増えていく動物なので、今被害に遭ったりしているところで取っていって数を増やさないということが今大事なところになってまして、でなぜ今春にやるかというとですね、3月から6月に春季の捕獲月間ということで行うんですが、この期間にはメスが子供を産んだりですね、あと子供を育てる時期になるので、この時期にメス1頭を取ると、はい、通常といいますが他の時期に5頭から6頭を取るぐらいの効果になるんですよね、はい、そういったことでこの時期に、強化して、捕獲していきたいということでお願いしているような状況です。そうですよね、よく考えたらあのラスカルというアニメも日本のアニメじゃなくて、このあの外国からのアニメですものね。そうなんですよね。でアライグマ非常に今増えている状況にありまして、農家さんの畑、作物を食べるのはもちろんなんですけども、はい、市街地方面にも、少しずつ出てきているような状況になってきています。で例えば、家庭菜園の作物ですとか、そういうところにも、アライグマがついてですね、
作物を食べたりというようなことも出てきて、でそういったところにもまあ、うちも基本的には農家さんに対しての農業被害を防ぐということなんですが、アライグマに関しては先ほども言ったように外来種なので基本的に全部取っていく考えを持っているので、町の中でも、先ほど言った箱罠を貸したりというようなことをしております。アライグマはさっきの話にもありましたが、アニメの影響もあって物語の中では姿や仕草が可愛らしい動物というイメージが強いんですけども、実際は日本の動物の生態系を壊す外来種ということですよね。私はちょっと街中ではまだ見たことがないのですが、数はまだまだ街中までってそんなに多くないとは思うんですけど、そうですね、まあ、いるにはいる、そうですね、はい、少しずつ出てきているような形になってますね。なるほど、はい。農村地域だけでなく、家庭菜園などにも被害が出ていることがよく分かりました。私たちができることは少ないかもしれないんですが、生ごみの排出時などにも注意していきたいと思います。あとですね、去年はヒグマの出没や被害が随分話題になりましたよね。人間や牧場の牛が被害に遭った事件や、札幌の街中に現れたヒグマの映像が連日流れたり、OSO18 という凶暴なヒグマの捕獲の話題などたくさんのニュースがありましたけど、富良野も例年に比べてヒグマの出没が多いような気がするのですが、どうなんでしょうか。はい、ヒグマにつきましては市に寄せられた目撃情報が、はい、令和5年度で47件、令和4年度で50件、令和3年度で51件となっておりまして、目撃情報数としましては横ばいなんですが、富良野市では令和5年度よりヒグマの目撃情報を従来のホームページのみの周知から富良野市公式 LINE 安全安心メール、富良野市公式 Facebook でも情報を発信したことによりまして、広く周知していることですとか、あと先ほど申しましたように令和5年10月2日から空知川付近の市街地である北の峰町や新富町などでヒグマが出没したことで、ヒグマの出没に関しては多く感じた方も多くいられるのではないかと思っております。はい、私の子供が通っている学校ではヒグマの出没情報が学校に入ったら各家庭に連絡が来て、前日の何時までにクマが出たら朝は一人で登校させない、大きな道路まで車などで送っていき、みんなで気をつけて登校するという形をとっていたんですけれど、安心して子供を守っていくにはいち早い情報が必要になりますよね。富良野市や警察からはどのように情報が流されるのでしょうか。今というかここ数年ですね、札幌とかでも街に出たりとかいうことがあるの で、はい、で富良野市の市街地近くっていうのは去年本当に空知川の河川球場のところで出たりとかですね、そうですよね、そういうのがありまして、先ほど今10月くらいからですね、でその市街地近くの目撃情報などがあったときは、私たちも朝ですとか、夕方から、まあ、暗くなるぐらいまでパトロールしながらですね、また情報があれば発信したりということで、市民の方にちょっと、情報をお知らせするような形で、動いていました。知っていましたなんか夜になんかあんまりいないようなところを車が通ってて、なんだろうと思っていたらあ、そのクマとかその動物を見ているんだっていうことを後で知って、保護者のお母さんたちと、なるほどすごいねっていう、素晴らしいっていう話をしていました。その頃そういえば素晴らしいかどうかはあれなんですけどいやでもしていただける、普段通らないような河川の堤防の中車でうろうろしたりっていうのが、ね、見てました、私まさに見ました。はい、みんながあまり知らないところで見回りなどしていただいていると少し安心ですし、特にうちのような
学校に通う子どもを持っている家庭では、朝までに学校から LINE や待ち込みなどで情報が共有できるので、すぐ対策ができて安心して学校に送り出せますし、まあ、帰りも集団下校までとはいかなくても先生方がついてきてくれるとか、何らかの方法で子どもたちの安全を守っていけると思いますが、まあ、とにかく去年は気のせいかもしれませんが、毎日毎日クマの出没情報が出ているように思えるほど多かったですよね。本当に先ほども触れました札幌もそうなんですけど、はい、北海道もいろんなところで街中に出たりとかっていう話がありましたんで、やっぱり原因は山にクマの食べ物が少なくなったということですか？そうですね、あの山に食べ物がないとかで、一度あの畑とか出てきて味を覚えると何回も来てしまうとか、そういったこともあったんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっと気になったんですが、富良野ではヒグマによる人的被害などの報告はあるんですか？人的な被害は、去年とかはないです。ちなみに今年は冬はみんな冬眠したんですかね？なんか出てきたりとかはしてないんですか？12月以降クマの目撃に関しては富良野市役所には寄せられていませんので、おそらく冬眠してるんでない、成功したんですかね思います。クマの目撃情報というのは、はい、どこに連絡すればいいんですか？警察ですか、それともあの市役所ですか？まあ、例えば私が目撃したとして、富良野警察もしくは富良野市役所に連絡いただければ、富良野警察に連絡していただいても富良野警察から富良野市役所の方にも連絡いただきますので、どちらでもいいということですね。はい、市役所でもどちらにかけても両方で共有するようになってますんで、一応市役所の担当は農林課の方になっております。そうですよね、富良野市に電話すると、はい、総合案内ですって言われて私はどこへって、農林課へって言っていただければ、農林課に、はい、皆さん農林課に、他にカラスなども鳥獣害の対象動物になっていますが、ゴミ捨て場を荒らすカラスなどを目撃した時は農林課に連絡すればいいんですか？鳥については他の、中動物なんかもそうなんですけども、あの市街地に関しては、そのゴミのところを荒らしたりっていうのはちょっと担当課で環境課の方になってしまうんですよね。あ、また、はい、ただ鳥の多いところで行けば、あの酪農家さんの、牛、子牛とかの目をつっつくとか、そういうところにいたずらをしたりっていうのがあって。そんなこともするんですか？鳥するらしいんですよね。自分たちもなかなか その場を見ることはないんですが、はい、でそういった被害もあったりして、鳥についても、まあ、あの捕獲できればしたりというようなことはするんですが、鳥の被害もかなりそういったところではあったりもします。カラスなんかはとっても頭が良さそうで、あの捕獲するには大変だと思いますが、特殊な網などを使って捕まえたりとかするんですか？はい、農村地域では撃つことが基本です。散弾銃とかで、市街地につきましては街路樹や公園の樹木等にですね、はい、巣を作って、ヒナが巣立つまでに親のカラスが周囲の住民、歩いてる方ですとかに威嚇を行うことが、そうですよね、看板とか出てたりしますもんね、はい、毎年のように発生しているんですが、そういった場合はですね、富良野消防署の協力を得まして放水をしてもらって巣を駆除したりも行っております。毎年毎年同じ場所にカラスって巣を作るもんなんですかね？なんか必ずあそこに、うん、作りやすい場所ってあるのかもしれないですね。必ずカラスに注意って看板が立ってる場所があると思うんですけど、似たような場所に作ってありますね。作るんですね、木違って隣の木に作っちゃおうかなみたいな感じがあるんでしょうかね。はい、ありがとうございました。鳥獣害対策についていろいろお話を伺ってきましたが、農作物への被害の大きさに驚きました。私たちが協力できることは何なのか改めて考えてみようと思いました。では
最後にお二人から市民の皆さんにメッセージをお願いします。では宮崎さん、市民の皆さんにメッセージがありましたらお願いします。はい、本日は鳥獣害対策についてお話をさせていただきました。野生鳥獣は生態系を構成する重要な要素の一つであり、人間の生活環境を維持する上で欠くことのできない役割を果たしている一方、エゾシカやアライグマなどの特定の鳥獣による生態系や農林業などへの被害が深刻な状況にあります。先ほどもお話ししましたが、鳥獣害対策は捕獲・駆除で個体数管理を行う、集落や畑に侵入防止柵等を設置して鳥獣害の侵入を防ぐ、鳥獣の隠れ場所となる山際の草刈りを実施し緩衝帯を作る、農地や家庭菜園に残砂を放置しないなど鳥獣を寄せ付けない環境を作る、この3つが重要だと言われており、これらを効果的に実行していくには市役所や猟友会のみならず地域ぐるみで取り組んでいくことが大切だと思います。また市ではアライグマの箱罠にセンサーカメラを取り付け、遠隔地でも箱罠の確認を行ったり、自動給餌システムの取り付けなどICT を活用した実証実験も行われており、見回り回数の低減による省力化についても検討を行っているところです。いずれにしましても鳥獣害対策を行政だけで行うことは不可能ですので、皆様のご協力をお願いいたします。はい、ありがとうございます。では最後に西出さんの方からもお願いします。はい、今日鳥獣被害対策ということでちょっとお話しさせていただきましたけれども、農業者の方はよく分かっているんですが、市街地の皆さんにとってはなかなか、実感として湧かない内容だったかなというふうに思っています。ただ、先ほどちょっとだけ触れました、クマが市街地近くに出てきたりというようなこともありますので、対策以外にも、高知林務係では、注意喚起ということで、熊出没の看板を立てたりですとか、あと先ほどちょっと触れました、LINE ですとか、安全安心メールで、皆さんにお知らせもしたりしています。ただそういったメールや LINE というのは登録された方だけなので、ぜひ、多くの方登録していただいて情報を共有していただければなというふうに思います。それから、野生の鳥獣に対しては市民の方はあまりないかと思うんですが、観光客の方が餌をやったりというようなことがあります。そういったことは絶対、やってはいけないことなので、人に近づいてくることが多くなってしまいますので、そういうことは、見たら、注意していただければと思いますし、また市民の皆さんは生ゴミの処理ですね、そういったところを、きちんと皆さんやっていただいているかと思うんですが、餌やりと同じように食べれるような、状態で生ゴミを置いておいたりしないようにということ、また農業者の方は、作物を取った後の残砂の処理などをきちんとしていただいて、動物がまず近づいてこないようにということを、心がけていただければなというふうに思います。それと、アライグマの、捕獲推進の期間ということで3月から行います。これについては先ほど触れさせていただきましたけれども、この時期に多く捕獲してですね、効果を上げたいと思っておりますので、市街地のもし家庭菜園などでちょっと気になる方があれば農林課に連絡いただければ箱穴を貸し出しますので、そういったことでやっていきたいと思っています。農林課で農林業の被害を少なくするようにというふうにいろいろ考えておりますけれども、なかなか市役所だけでは、先ほど宮崎も言いましたけど、できるものではありません。農業者の皆さんをはじめですね、市民皆さんの協力があって初めてできると思ってますので、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今ごめんなさい、ちょっと話が出たように、はい、LINEなんですけど、はい、あれ富良野市とちょっと一度お友達登録にすると、はい、本当クマの情報ならずともいろんな情報が富良野市の情報が出てくるので、ぜひお聞きの皆さんも一度登録していただけたら、いろんな情報が届くのでとてもいいと思います。では
今日の元気はつらつまちづくりは鳥獣害対策についてというテーマでお話をお聞きしてきました。ゲストは農林課主幹西出正人さんと農林課高知林務係係長宮崎貴博さんでした。西出さん、宮崎さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。